というわけで今回は前回の動画の続きになるんですけれども、僕が今回購入したね、年式車種不明のこのジクサー150カスタムバージョンね、ご視聴していただいた皆さんのね意見と、自身が調べた、情報を、総合すると、こちらのバイクなんと17年モデルインド産ジクサー 150SF ということが判明しました。前回の動画でコメントの方いただいた方ありがとうございました。いやこれでねちょっとすっきりしましたね。うん、今ね乗っているこのバイクね、今の段階ではどう見てもネイキッドにしか見えないんですけど、これがね SF の回でやるっていうことがね、驚きですね。いや皆さんねジクサーほんまね大好きですねもうちょっとしたものを見ただけでね何がどうだっていうのがね分かるっていうのはやっぱりジクサー感じちゃいますよね。ということで今回はね、購入した時よりある程度ものが追加されております。カスタムパーツ3つ入れております。1つがねこの境界用ハンドル周りのハンドルブレース、それとねカエディアのこのスマートホルダーと、ドリンクホルダーですね、こちらの方追加しました。やっぱりねバイクを最初に買った時に一番最初に必要になるのはやっぱこの辺りかなと、スマホホルダーとかね、ドリンクホルダー、この辺りになるんじゃないかなと思います。で今まで結構ねタナックスさんのね、パーツ結構多く使ってたんで、今回はちょっとね変えてみようかなっていうこともありまして、このカエリアでちょっと統一してます。いやもうね標準装備でこのデイトナの USB とかねもうつけてくださってるんで、このバイクもうある程度ねカスタム終わっちゃってるなっていう感じは実際するんですけれども、あと僕がねこのバイクでカスタム追加するんであれば、あとは何でしょうね、そうそう今ね、ETC のね取り付け割引っていうのがやってるんで、 ETC の、取り付けと、このミラーですね、ミラーがちょっとちっちゃいのでもう少しね見える面積値が大きい、ミラーの方に交換して、でちょっとアダプターをつけてね、外回りで見えやすくしようかなと思ってます。で今回ね、20ジクサーから17ジクサー SF にね、モデルチェンジしたわけなんですけれども、やっぱりねこのジクサーにもう一度ね、乗り換えた理由としましては、どうしてもねこのジクサーの方々の温かいね、コメント今までありましたんで、今全国でね、関西ジクサーミーティングであったりとか関東ジクサーミーティングなどね、いろんなところでジクサー仲間がね集まるっていう、そういうね、コミュニティというかミーティングがありまして、僕もそれにねぜひ参加したいなとずっと思ってたんですよ。今年中にねなんとか、関西の、ジクサーミーティングの方参加したいなって思ったのが一つ、そしてやっぱりこのジクサーでねもっと遠くまで行きたいなと、うん、正直そういうふうに思ってたんで、もう一度ジクサーの方を購入したということになります。このジクサーを買うまでにいろんなねバイクは何台か見てたんですよ。うん、でもう一つね候補があったのが GSX、うん、これがねかなり今回のジクサーと均衡してでめっちゃ欲しいなとは思ったんですけど、まあまあ最後の最後やっぱりジクサーに落ち着いたということで、ツイッター海外ではね、ジクサー愛深すぎると鈴木んじゃないと軸愛だと鈴木のりのね皆さんにはねよく鈴木が好きだっていうことで鈴木んっていう言葉がねあったりとかいろいろあると思うんですけども、僕がまたこのジクサーからジクサーに乗り換えたことでね、僕はあの軸筋と呼ばれました。はい、軸筋でございます。それとねもう一つ大事なことがあります。大事なことと言いますかね、自分のルーティンなんですけれども、自分がね買ったバイクに名前を付けるという、ことをやっておりまして、前回の20ジクサー150の時は、帝王とね名付けておりました。はい、帝王号でございます。なので今回のね、新しいバイクにも名前を付けてあげようと、思って考えておりました。まあ、前回の帝王号が壊れたことによってね急にねやっぱバイクを買わないといけなくなったということになって、悩んで悩んでね、探して探してたどり着いた、このバイク、見た目でね一目惚れしたと、来るべくして僕の元にこのバイクがね来たよ。
来たよ、来ちゃったよ、来たちゃんだよ。ということで今回このバイクの名前は来たちゃん号になりました。おめでとう。はい、ウマ娘が好きなわけではありません。ウマ娘が大好きなだけでございます。はい、というわけで今回ね、このバイクにも無事名前が来たちゃんと、付けられたことによってね、新しい命芽生えたんじゃないでしょうか。そしてまたこのね、来たちゃんを大事に乗りながらね、いろんな場所一緒に行きたいなと思います。皆さんもぜひ今回の動画ここまで見てくださったならば、自分のバイクにね名前を付けてやってあげてはどうでしょうか。よりね愛着が湧いて大事にできると思います。というわけで今回の動画ね、このバイクが一体何のバイクだったのかということと、新しいね、バイクに名前を付けましたよという動画でした。今回の動画ね、参考になるところがあったかどうかちょっとわからないんですけれども、名前を付けるとかね、バイクを大事にしようということが共感できましたら、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。おおきに。